坂本龍馬を殺したのはこの俺だ、大友一平だ。東映ムビステ村田組と近畿会の抗争に新選組ら幕末の志士たちが参戦。ヤクザと武士たちによる仁義なき死闘の先にあるのは一体。舞台仁義なき幕末令和激闘編。わしは村田教授として生きる坂本龍馬だな。寺台に奴が現れたらしい。その分間違いが生きるんだよ。剣に生きて剣に死ぬ、それが落ちた。落ちた。お兄が教授さんを憎んでるわけない。こういう命の使い方あんたに教えてもらったんだよ。お前は教授じゃねえ、坂本龍馬だ。4月27日から東京サンシャイン劇場、5月18日から大阪梅田芸術劇場シアタードラマシティにて上演。チケット好評発売中。詳しくは公式ホームページをご確認ください。